投資の可能性を全ての人にコナムです。今日は日本株暴落、今から狙える6月権利高配当株というテーマで動画を投稿していきます。まだ4月ですが、今日取り上げるのは、もう一度言いますが、6月末に権利落ちを迎える高配当株です。この日までに株を持っていて配当をもらえる権利が確定するのが、6月は6月26日水曜日、まだ2ヶ月以上あるんですけれども、今のタイミングだからこそお伝えしたいです。特に4月に入ってからのもうマーケットは絶不調でして、利下げ観測の後退や中東情勢の悪化などで株安が続いています。この動画を撮影している4月19日は、日経平均株価がこの通りですね、大きく下落しまして、日中はですね、なんと前日比マイナス1200円と、強烈な下落が続きまして、ここのところずっと上げ相場でしたから、人によってはかなり恐怖を感じられたかもしれません。実際指数でも 10% ほど落ちてますし、個別株の下落幅もえぐいです。だからこそ、高配当株は利回りが向上して、いい銘柄を仕込めるチャンスです。そして今日取り上げる6月権利確定というのは、3月9月に権利が確定する銘柄の次に、数が多くて、かつ日本を代表するような有料銘柄が多数あります。代表例で言えば2914の JT ですね。まだ2ヶ月ありますから、仮にこれから相場環境がかなり悪化した場合に、それこそ株価が暴落して配当利回りが向上しているタイミングで仕込める可能性があります。しかもですね、配当の権利確定まで直前すぎないので、権利落ちを意識した上昇がないのもいいです。なので今日は少し時間をとって、6月末に配当権利落ちを迎える代表的な高配当株を総まとめでピックアップしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。以前からお知らせしますが、 YouTube の視聴者さん限定で、私の新刊高配当10倍株投資の購入者向けの特典プレゼントを行っています。今週末4月27日でもう完全終了となりまして、この下落相場だからこそ役に立つ成長性の高い高配当株のスクリーニング、そして仕込みに使うことができます。週末には出版記念セミナーもやりますので、少しでもご興味があれば概要欄のリンクの方から詳細をご確認ください。それでは本題いきます。暴落で狙える6月権利高配当株、その1が1911の住友林業です。住友林業は、私としてはここ数年最も見通しを外した銘柄の一つでして、説明するまでもないですが、国内最大手の木造住宅メーカーとなります。保有する山林は日本の国土の実に800分の1、もちろん国内最大で、ただ売り上げを見ますと海外の住宅不動産が半分以上を占めてまして、近年の急速な円安の恩恵を受けた銘柄の一つです。ここ数年の株価チャートはですね、見ての通りの強烈な上昇でして、2022年に米国の強烈なですね、利上げがあって住宅ローン金利も跳ね上がりましたから、そこから住宅需要が大幅にですね、低迷することが当初予見していたんですけども、結果としては真逆の状況となり、もう株価はですね、2年間でもう実にですね、2.7 倍上昇しています。直近はですね、市況の悪化もあって下落してますが、配当利回りは 3%、 PBR はですね、 1.17 倍、もうここまで株価が上がってこの水準ですので、もともと割安にですね、放置されていたところから上昇幅が大きくなった銘柄の一つです。6月権利高配当株は多くはですね、12月が決算月なんですけども、なので今年1年の見通しということになるんですが、売上高、それから営業利益とも過去最高の見通しでして、一株利益と配当のバランスを見ても増配の余地が大いにあるように思います。思えばですね、もう2018年から策定している中期の経営計画において、順調に目標業績を出していますし、何より大きかったのが米国の住宅市場の逼迫です。金利が上がって住宅需要が低迷するかと思いきや、もともと低金利の時に住宅を買って住んでる人が手放さなくなったので、結果として供給不足から住宅の着工件数が大きく伸び、それがですね、米国でも、木材を中心にシェアの高い住友林業の追い風となりました。最近の動画でも取り上げましたが、しばらくですね、物価高、そして高い金利水準が続きそうな状況ですので、金利高を理由とした中古住宅の逼迫はまだまだ続きやすいとも言えます。あと米国の状況を考える上で今気になっているのが移民の存在です。不法移民もたくさんいるんですけども、年間ですね、100万人を超える移民が2020年のバイデン政権誕生以降、米国に大量流入してまして、彼らの存在もまた米国の消費、雇用、そして住宅の需要につながります。実際はですね、ホームレス化したり、シェルターで住んでいたりと、全員が住宅を持つわけではないと思いますが、とはいえロサンゼルスやサンフランシスコなど都市部のですね、家賃が上がりついているので、そう考えると安い地域に新たに住宅や集合住宅を建てて、人が定着していくという流れも自然に考えられます。なので住友林業にとっては、現在の状況はどちらかというとプラスですね。配当成功が実績ベースで 24% 台と、まだまだ株主還元として伸ばす余地が十分にあります。今年に関しては、昨年よりも5円多い一株配当130円の予定です。業績のですね、先を占う受注動向についても、2024年は前年を超える受注高が想定されてますので、会社としても結構強気だと思います。ただ直近はですね、さすがにですね、日経平均の急落の煽りを受けて、4月10日につけた高値から 14%
20% 下落している状況です。思えばですね、昨年もですね、9月の中旬から11月まで約 25% もですね下落してますし、結果的に上昇トレンドではありましたが、途中のボラティティは結構激しいですね。あと昨年の9月から11月に関しては、円安から円高への懸念が出て、実際少し円高方向に動きました。なので昨今のドル高円安の恩恵を大きく受けているからこそ、そういった円高イベントで株価としてはネガティブに反応しやすい側面はあります。あとですね、比較的ポジティブな話を住友林業に関してはしましたが、ただですね、私気になっているのは配当金の増配率です。特にですね、配当について住友林業は何かを規定しているわけではないんですが、2年続配当金が125円ときたところから今期は130円と、言ってしまえばたった5円の増配です。売上や営業利益は最高を更新する予定なのに、2020年から22年にかけての増配率と比べると見劣りしてしまいます。これに関してはやはりですね、過去チャートが物語っているように、景気後退に弱い、事業でもありますので、業績はですね、悪化する時の下げ方が結構きついんですよね。そもそも今でこそアメリカで売ってますけども、日本の林業や住宅供給に関してはすでに頭打ちというか、むしろ過剰で値下がりすら見られます。なのでそういった将来のですね、不確実に備えて結構保守めに株主還元を考えているのかなというふうに思います。でも経営者がですね、そういうスタンスだからこそ、配当だけを投資の理由にするんであれば、比較的確実性が高そうですし、ただここまで上がって利回り 3% ですから、1年ほど前は 5% 6% ありましたので自分が欲しい利回りの水準と、あとは為替の円高円安、そして何より日本株はじめ、株市場のリスクオフを見極めて、投資を考えてみてもいいかもしれません。単純に PBR だけで考えるのも危険ですが、ここまで株価上がっても PBR1 倍ちょっとですので、チャートだけ見ると上がっていると思いますが、会社の実態に対しては割安とも言えます。暴落で狙える6月金利高配当株その2が9147の日本エクスプレスホールディングスです。日本通運を中核とした国内最大の物流会社でして、国内外の輸送はもちろん、倉庫管理やロジスティックスの整備等々、世界50カ国陸海空すべてを駆使してとにかく物を運ぶ、日本を代表する物流企業の一つです。物流はですね、個人的には期待してるんですけども、ただですね、 NXHD の株価を見ますと、近年はですね、ずっとこう揉み合いというか横ばいで、ただその分ですね、配当利回りは 4% 近く、今期の予想に関しては前年に比べて増収増益の見通しでいます。ある意味ですね、会社が優秀すぎて驚きがない。なのでなかなか上がらないと思いますし、実際ですね、この1月から3月にかけては、この通り大幅に下落しています。2月にはですね、通年の決算と、今期の見通しを出して、48% の増益という発表だったんですが、そっからですね、利益確定売りで、この通り落ちまして、ただですね、3月、4月の前半、そして本日と、まだですね、安値ラインを切り上げながら、反発の形とも見れなくありません。実際ですね、売上と利益の変動要因を見ますと、海外を中心に、物流取扱高が、減ってきていまして、会社の説明としては、年後半にも回復するとは言っていたんですけども、あまりですね、傾向に変わりがない、そういった評価を投資家から受けている可能性があります。あとは普通に為替が円安に触れて、海外売上は増えるんですけども、一方で、コストも同じように上がり、直近ではエネルギー費の高騰や日本においても厳しいですね、残業時間の規制に人件費の高騰と、とにかく利益を抑えつける要素がたくさんありますので、そういったことが重なり、現状から大きく先に向かって、変化する要素が乏しい、そんな銘柄なのかなとは思います。先ほどの住友林業と同じ、景気の変動にも影響を受けます。ただその分、割安といえば割安でして、 PBR はこの後に及んで未だに1倍割れ、 PR ベースでも少し安くなってます。大きく割高感はないですね。そして株主還元の資本政策として、配当成功は 40% 以上、さらに自社株買いも含めた総還元成功は2028年まで 55% を目標としてまして、株価上昇につながるような大きな変化がなかなか見出しづらいからこそ、近年株主還元に力を入れていると思います。2022年の記念配当を除いても配当水準はちゃんとキープしますし、非連続的な株主還元策の強化、配当の伸びを標榜してますんで、つまり状況を許せば大きくダイナミックに株主還元をしたい方針というのが見て取れます。なので分かりやすくですね、7000円前半から9000円近くまでレンジなので、下で買って上で売るというトレードみたいなことをしてもいいですし、最低投資単位における金額の高ささえ除けば比較的扱いやすい銘柄のように思います。ただ直近少し反発してまして、これはですね、もともと政策保有株として持っていた株式の大量の売り出しが3月に発表されて、それによって下落したんですけども、その売り出しが落ち着いて、需給が改善して上がってきています。なので6月末時点に、下がってるというよりも、意外と反発してるかもしれません。またですね、今年に関しては後半に特にですね、物流需要の回復が見込まれてますので、本当に会社の見立て通りになれば、PBR の低さもあって、強い展開があるかもしれません。年後半の状況はまだ誰にも分かりませんが、6月金利確定の候補の一つとして、ウォッチしてみてもいいかなと思います。
ボールが狙える6月権利後輩とかその3が6141の DMG 森正規です。 DMG 森正規は世界大手の工作機械メーカーでして、福岡工機にマシニングセンター、さらにですね、超音波を使ったレーザー加工機など、まあ、高品質で利益率が高い、海外売上もしっかりあり、まあ、研究開発にもお金を使って、まあ、クオリティの向上にも、もうお金を使い続けて、まあ、利益をどんどん伸ばしてきています。しかもですね、一昨年から 20% にもなる賃上げを行いまして、まあ、高付加価値の仕事をしてワークライフバランスも取りながら、まあ、利益が上がれば社員にも還元する、働き方も注目されてます。まあ、個人的にも娘をもし就職させるなら DMG 森正規ですね。まあ、高付加価値の機械メーカー、ご多分に漏れず業績も右肩上がりで、特にですね、この上がり方を見ても基本的な売上や粗利が改善し、さらに円安の影響も受け、まあ、ちゃんと利益が乗ってる上に、先ほど取り上げました、まあ、給与改定、まあ、賃上げもあって、これは大きくコストになってるんですけども、それがあっても前年比でプラス 25% にもなる、まあ、増益を達成しています。2023年1年間で見ると機械のですね、受注自体は前年よりも減ってるんですが、ただ売上利益が大幅に伸びているように、一つの受注あたりの単価が伸びている、まあ、それに伴って利益が伸びる、まあ、好循環を作り出しています。2024年も、まあ、引き続き受注が好調な見通しです。で、内訳を見ましても、昨年大きく伸びた半導体製造関連、それに加えて航空、宇宙、メディカルと、まあ、そういった分野での設備投資も活発です。まあ、製造業が利益を上げるにおいて、やはり工数の削減と自動化というのが一つポイントになりまして、まあ、その点 DMG 森正規が提供している五軸加工機というのは、まあ、極端な話、何回も加工せずとも一回の加工で済ませられてしまう、まあ、しかも精密に、しかも自動化して、まあ、そういった付加価値はなかなか作れません。なので値上げが容易にできますし、実際ここのところ1台あたりの機械受注単価はこの通り上がっていて、今年もさらに拡大する見込みです。なのでこの通りですね、株価も上がっていまして、先週は日本株が大きく下がる中で DMG 森正規を高値で踏ん張っています。まあ、ただ受注が好調と言いつつも、売上的に見ると結構保守的に見てまして、まあ、これは主に、まあ、この数年牽引してきた半導体関連で、まあ、減速があるかもしれないというところと、あとはですね、円安で恩恵を受けた部分もありますので、まあ、なんだかんだそこまで急速に今年は、まあ、円安に触れにくいという、まあ、見通しがあるのかもしれません。まあ、とはいえですね、ここまで相場が不調の中で、まあ、いい感じに値上がりしています。もともとですね、優秀な会社がゆえに昨年はそこまで上がらなかったんですけども、昨年12月時点で PR で言えば 9.3倍、 PBR は1倍ちょっとでしたので、もともと安かったところに年初からの海外投資家の日本株買いがあったと。それにですね、配当金も途中で増額して、まあ、そういった要素が重なって大幅な上昇につながりました。まあ、競争優勢があって利益率が高い、でもですね、上がってない会社というのは、まあ、何かのきっかけでいずれ評価されやすい、まあ、そんな事例の一つですね。まあ、配当に関してもこれといった方針はありませんが、まあ、今期も昨年から10円増配した100円の配当金を予定していて、利回りはそんな高くないんですけども、毎年増配をしてくれる、まあ、そんな期待が持てます。ただですね、株価見ますと、過去ですね、市況の悪化期には普通にですね、3分の1とかになったりすることもありまして、今好調なのは素晴らしいんですが、まあ、下落した際のボラティティも大きい、まあ、それは忘れずにいたいところです。なので株価としては強いんですけども、現段階で買いに行けるかというと、まあ、ちょっと微妙なところかもしれません。まあ、ただですね、まあ、安いところを狙うというのはもちろん、まあ、利回りよりも配当金額自体の増大と利益成長に伴う株価上昇も、まあ、同時に狙っていく、まあ、そんな方針の方であれば合うんじゃないかなと思います。暴落で狙える6月権利後輩と株その4が7272のヤマハ発動機です。昨年12月に株式分割し、15万以下の投資単位で買える世界でも大手の二輪車および船外機のトップメーカーです。まあ、近年の株価上昇でだいぶ利回りは下がりましたが、それでも 3.6% ありまして、まあ、総還元選考 40% 以上を基準とした安定的継続的な株主還元が魅力です。まあ、ただ先ほどの DMG 森正規と同じように、まあ、景気変動によっては株価が普通に半値以下になることが、まあ、過去のチャートでもありまして、まあ、今はですね、日本株を見直されてますから、もうさすがにですね、半分とか3分の1とかにならなくても、まあ、近年業績が好調だったからこそ、まあ、そのギャップでの下落には気をつけたいところです。特にここ数年はコロナから出荷台数が回復して、まあ、世界的に売上を伸ばしてきました。まあ、ただ、まあ、それがどこまで続くかというところですね。現状在庫水準を見ますと、タイやベトナムなんかではダボついてるんですが、まあ、人口増加が著しいインドネシアや、まあ、ブラジルでの販売が好調でして、まあ、業績を引っ張ってきています。このままいくと売上、営業利益ともに最高達成見込みなんですが、まあ、ただ経常利益の見通しはまだ出ていません。まあ、この要因が、まあ、世界的な人件費、まあ、販売管理費の増加と、あとですね、資金調達において、まあ、海外の金利高が、まあ、影響して、まあ、利益を圧迫するかもしれない、まあ、そういった不透明性があります。まあ、背景として知っておく必要はありますね。で、加えて2024年の見通しで言うと、原材料の価格やあと海運賃のコストアップの緩和を織り込んでいました。まあ、価格が落ち着くということですね。ただ現実は、まあ、中東情勢の悪化で、まあ、原油や資源価格が高騰したり、海運の運賃も乱高下しますので、ヤマハがですね、想定している以上に、まあ、コストが上がってくる可能性があります。
あと大事なのは主力の二輪事業の販売数ですね。そこで見ますと2023年は需要が堅調で半導体不足の改善と値上げもして大きく業績を伸ばしましたが、2024年に関しては一応プレミアムモデルの供給改善で増収を見込んでますけども、この辺がやや怪しいですよね。各国で物価が上がって、日本も例外でなく、消費者の財布が全体的に厳しくなっているという実情があります。それに加えて販促費や人件費も増加する、もうすでに減益見込みということですので、個人的には短期的な先行きを心配しないといけない企業なのかなと思います。配当金の増配の幅も 10% 以上例年増配してきたんですが、今期に関しては 48.33 円から50円と増配率にして 4% ですので、鈍化してると言いますか、この1年にかけて慎重な、スタンスが見て取れます。ここからまたですね、よっぽど円安になれば、株価も上昇値があるかもしれませんが、そうでなければ、業績とともに PBR、こちらの水準を見ていく必要があるかなと思います。現在でも 1.22 倍でそんなに高くないんですけども、割安ということはそれだけ業績の先行きが見込みにくいということです。過去水準で見ると、0.9 倍台。ここは一旦のですね、節目になってまして、現在の株価からしておよそ 20% の下落です。なので結構恐ろしい落ち方になるかもしれませんが、1100円台や1000円割れ。そこまで来ると株価ラインとしては、結構安くなります。なので6月末の段階で、株価としてどこの位置にいるのか、それから受注動向や、円安円高のレートなんかも加味して、投資判断されるといいんじゃないかなと思います。ここまで株価落ちれば配当利回りも 4% 台後半になりますんで、やっぱり下落期に仕込むというのは特にヤマハのような、景気敏感株にはいいですね。暴落で狙える6月期に高配当株その後が1605のインペックスです。撮影美人で今最も熱い会社といっても過言でない日本を支えるエネルギー開発企業。もうシンプルにですね、為替レートとあとは原油価格に左右されますね。近年のエネルギー高と、さらに増配等もあってなんだかんだ上昇トレンドで来ていますが、ただ一旦のピークはもしかしたらついたかもしれません。あくまで完全に試験ですけども、イランとイスラエルで戦闘が起こって、実際両国に被害が出て緊張感が高まってますが、こういった資源価格はその途中でピークをつけて、実際ことが起きている最中にすでに下落し始めます。原油価格も思えば今年年初から一気にですね90ドル近くまで跳ね上がったんですけど、直近また、この通り下落しています。原油価格は基本的には原油に対する需要と供給で決まっていきますが、加えて、原油という商品自体を取引している、短期の機関投資家が、戦争などの思惑で買っていざ事実が出ている時に、短期で売り抜ける、それによってレートが変わる、そういった側面があります。なのでインペックスについても、この2月から4月の中旬までこの上昇を取れればよかったんですが、一旦価格が上がってから手を出すのは気をつけないといけないかなと思います。利回りもですね、いよいよ 3% を切るんじゃないかという、かつては 6% あったのにという、そういった情勢です。業績としましても減収減益の見込みでして、ただ配当に関しては配当成功 30% ですので、思いのほか利益が上がることがあれば増配も考えられます。特に原油や天然ガスなどエネルギーについては、最終的には需要と供給で収束しまして、景気がですね悪化しだすと、やはり価格としても下落します。現状の IMF の世界経済の見通しは悪くはありませんが、昨年ほど劇的な伸びもありませんし、さらに昨年に関してはですね、基調から想定していたよりも為替レートの変化が大きかったです。130円前後で見積もったのに短期間で140円台中盤、現在も150円台を突破しますので、その上げ幅が海外売上の大きいインペックスの利益、そして株価の上昇に寄与しました。ただ現状ですね、ここまで円安状態でも売られてますし、今の為替レートがさらに160、170と短期間に急速に予想を上回るような円安傾向になることは考えにくいです。そもそも利回りも高くないですし、紹介しておいて恐縮ですが、今の段階では、個人的には手を出しにくい銘柄の一つかなと思います。ただ6月に配当の権利落ちがありますので、それこそ中東情勢や原油価格が、その時に落ち着いてきていれば仕込むのを考えてもいいかもしれません。暴落で買える6月期に高配当株その6が2914の JT です。JT も直近の動画で何度か取り上げましたが、日本株が不調の中で結構粘ってます。喫煙人口が減ると言われている中で、全世界で見れば JT のタバコの販売数量は増加見通しでして、かつ JT に関しては、ここまで上がっても 5% 近い配当利回りが、やはり強力な買い支え要因になっていると思います。売上利益も堅調な水準ですね。ただ配当金に関しては、増配はせずに据え置きで、かつある程度、業績が堅調に推移するというのが、参加している投資家の合意事項になってそうなので、なので5月9日に行われる、決算での第一四半期の見通しがもしも思っていたよりも良くなかった、そうなった場合は株価にネガティブに推移するかもしれません。それでも新NISAなので、人気上位の高配当株ですから、安くなったらNISA成長投資枠参入組の、買いが入って凄がたそうな感じはしますけども、5月の前半まで立ち回りには注意したいところです。
あとはですね、以前の動画でもこれを話しましたが、JT 自体はディフェンシブのように見えて、結構ですね、景気後退期には弱いです。2008年のリーマンショックもしかり、2016年から2020年まで、中国を中心に減速したり、コロナ禍があったりと、そういった経済の谷がある場合は、まあ、数年来で下落する傾向にあります。タバコもですね、生活に欠かせないというよりは、まあ、なんだかんだ嗜好品ですからね。強制的な禁煙には、まあ、経済的減速が一番効くのかもしれません。なので、高利回りで見通しも悪くなさそうな企業ではありますが、だからこそ決算でのネガティブな意味での、まあ、サプライズには気をつけて、付き合っていけばいいんじゃないかなと思います。暴落で狙える6月権利高配当株。その7は3003のヒューリックです。ヒューリックもですね、6月権利でして、高配当株投資家であれば説明不要の大手の不動産デベロッパーです。東京23区の物件が多数を占めていることは、まあ、周知の通りかなと思いますけども、依然としてですね、都心不動産への開発、そして投資が進んでおり、オフィスの空室率も、まあ、堅調に推移してますんで、事業環境としては問題なさそうに思います。ただ株価としてはちょっと怪しくてですね、今年の1月をピークに少しずつ下げておりまして、一時ですね、1400円を、ね、割れるんじゃないかという、まあ、そんな水準まで、まあ、株が下落しました。特にヒューリックで気をつけなくちゃいけないのは日銀の追加利上げです。まあ、あまりにも急速な円安を受けて3月にマイナス金利は解除しましたが、そこからさらに 0.25、0.5 と日本も金利を上げるのかというのが投資家の関心事項となっています。一説によれば今年の10月とも言われてますし、まあ、それで円安が改善するとは思いませんが、ただ利上げをするということは基本的には不動産株にはマイナスに働いています。あとは普通に日本国内で活動する企業の資金調達にも影響が出て、オフィス需要にもネガティブな方のインパクトがあるかもしれません。まあ、そんな事情もっていうかですね、株価としては下落基調でして、しかも直近決算が控えてます。ヒューリック自体は10年以上最高益の更新を続けてるんですけども、ある意味ですね、2012年からの、まあ、低金利の環境あっての、まあ、ここまでの成長でしたので、まあ、経済環境が変わる今、まあ、どんな数字を出すのか注目したいところです。あと有利企業ではあるんですけども、株価自体はですね、まあ、さっきに紹介した日本エクスプレスみたいに、まあ、優秀な企業であるがゆえ驚きが少なく、結構ですね800円台前半から1400円少し抜けましたが、まあ、上下を行ったり来たり長期では繰り返しています。これからも同じ傾向になるとはもちろん言えませんが、まあ、ただ業績が良かったとしても、まあ、それが綺麗な上昇につながるかというと、まあ、そうではないということは言えますね。あと気をつけたいのはヒューリックの収益構造です。物件自体は都心駅地下、需要の高い物件を扱ってるんですが、その多くがですねオフィスや商業施設からの賃貸収入です。賃貸収入なので毎月毎年、まあ、固定した売上が入ってくるんですけども、まあ、逆に言えば開発によって、まあ、ガッとまとまった利益を、まあ、上げていくというモデルではないということです。まあ、それ自体は問題ないのですが、まあ、業績伸びがある程度予測できてしまう。だから驚きがなくて株価に織り込まれて、まあ、大して上昇値がない、私はそれでもいいと思ってるんですけども、ただですね今後新規に物件を取得したり、まあ、更新したりする際に例えば金利が上がったり都心の不動産価格自体が上がってると、まあ、物件を取得するコストが相対的に上がりやすいです。まあ、定期収入はそんなに変わらないのにです。しかも利回りも悪くはないですが 4% を切ってますし、めちゃくちゃ魅力的な高配当というわけではありません。なのでちょうど今週決算がありますので、まあ、その前後は注意したいとともに、その決算前に下がってますから、まあ、未来は神の溝を知りますが、まあ、何かあるんじゃないかなと思っておいた方がいいですね。まあ、ただ事業基盤としては盤石ですし、株価上昇も下落もそこまで急ではありませんから、まあ、配当金をメインにして投資をするんであれば悪くないと思います。配当自体も15期連続増配していて、2024年以降も、まあ、さらに管理を高めた配当成功 40% 以上を、まあ、株主管理の方針としています。まあ、そういったことで多少株価としては下落のリスク要素がありますが、まあ、まだ6月まで時間もありますし、まあ、特にインカムを重視して増配もしてくれたら嬉しい、まあ、そういった方であれば考えてもいいかなと思います。ということで今回の動画は以上となります。最後に私の新刊を購入していただくと YouTube の視聴者さん限定で書籍の内容がさらに深まり、スクリーニングもはかどる5つの特典を専用ページから限定でプレゼントしています。まあ、相場環境は、まあ、年に何度かあるかぐらいの非常にきつい下落ですけども、まあ、こういった時期こそ、まあ、高配当株の仕込み時ですし、まあ、さらに長期で持つになればどうせなら株価も上がってほしい。なので配当も出していて業績を根拠とした長期の株価成長が見込める銘柄の選び方について監修しています。今週末4月27日で締め切ってしまいますので、まあ、少しもご興味あれば概要欄のリンクの方から詳細を確認してみてください。あとはチャンネルの公式 LINE もあります。こちらも友達の人限定で長期投資高配当株投資の講義動画を無料でプレゼントしています。 LINE の友達申請も同じく概要欄のリンクを確認してみてください。まあ、それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。引き続き役に立つ情報発信ができるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。